寝ても覚めてもイキニワールド、道にされちゃうぞ、イキニこと柏木由紀です。今日は以前多分雑談の動画だったと思うんですけど、メンバーのキャッチフレーズの話みたいなのした時に、七瀬ちゃんのキャッチフレーズが大喜利ぐらい難しいキャッチフレーズの話したら、他のメンバーのキャッチフレーズもなんか面白いのとかいいのあったら紹介したいみたいな話をしてたので、今日は全メンバーのキャッチフレーズを見て、これは紹介したいっていうものをピックアップしてきたので、ここで皆さんに紹介したいと思います。まずは1人目、岩立沙穂ちゃん、チーム A の沙穂っていうメンバーなんです。まあ、これは結構もう有名なんですよ。一応のテンプレートというかあるのが、まず沙穂が、皆さん発声練習始めます、ヤッホーたら、ファンの人がヤッホー返す、で沙穂がサッホーで、またファンがサッホーで返すみたいな、これがまあテンプレート。これにどんどん足されていったのが私はすごいなと思うのが、まずその皆さん発声練習始めますって言ったら、もうファンがヤッホーってめっちゃ言うんですよね、先に。したらそれに対してサホがもう早いって言うんですよ。したらフーみたいな、はみたいな、ごめん悪口じゃないです、マジで悪口じゃない。でヤッホーでヤッホーでサホーサホーとか、またファンがずっと伸ばすんですよ。だったらまた作法がもう遅いって言うんですけど、長いじゃねって私は思ってんだけど、ずっと多分早いに対して遅いなんですけど、作法は長いだよね。作法のキャラというか、いわゆるちょっとまあなんかいじられぶりっ子可愛いキャラみたいな、だからもうその作法の良さが一番出てるキャッチフレーズ、これがやっぱいいなと思ってる。まず一つ目ね。次が奥原ひな子ちゃん、チーム K で、もともとチーム B で仲いいんですけど、じゃひな子のキャッチフレーズが、神々から命を授かって19年、皆さんとのご縁を大切にします、島根県から来ましたひな子と奥原ひな子です。仰々しいみたいな、本当に初めて聞いた時もこれもびっくりして、ひな子っていわゆるその初対面でも先輩とかにタメ口で話すし、いわゆるそのなんか生意気なガキンチョみたいなキャラなんですよね。こんないつもふざけてる子が神々から命を授かってるんですよ。キャラじゃなさすぎるなと思って、久しぶりにひな子に連絡したんですよ。これでこれって元ネタ何みたいな、なんか島根県代表じゃないですか、島根県が神々の国って言われてるんだって。そこから自分の地元のことを入れるために言ってるらしいんだけど、本当にキャラに合ってない、あと1ミリも感情こもってないんだ言い方に。はい、神々から命を授かって19年、もう目も死んでるしいつもこれがもう大好き個人的に。チーム8っていわゆるメンバー、もともとチーム8として入ってきた人たちはその県の代表で来てるんですよね。でその中で川原美咲ちゃん、ミッサーも、もともとチーム B で一緒だったんですけど、そのミッサーのキャッチフレーズが、佐賀最高、吉野ヶ里遺跡が有名な佐賀県から来ましたミッサーこと川原美咲です。強制的に佐賀県が最高だと言わされるキャッチフレーズこれもびっくりした。最初自分のキャッチフレーズで佐賀県が最高だと強制的に言わせるっていうのがすごいなって。でこの強制的シリーズがもう一人、山田京香ちゃんって、今同じチーム B の子いるんですけど、その子は今日からあなたもって聞くんですよ、京香ちゃん。そしたら全員言わなきゃいけない、京香推し、これすごくない、京香推しも強制されるのよ強制シリーズ結構私は好きだなって。ミッサーの佐賀最高と今日からあなたも京香推し、これ最高です。坂口渚ちゃんも、まあ元々チームメイトですけど、キャッチフレーズが、皆さん磁石の S 曲は坂口、磁石の N 曲は渚、二つ合わせて坂口渚長尺磁石の S 曲はって聞かれて、坂口じゃないから磁石の S 曲悪口じゃないからね、これは本当にリスペクト。コロナの期間中声出しちゃいけない期間だったじゃないですか。でその時声出せないから、その磁石の S 曲はでみんなが坂口って言えないんで、その時とかどうするのかと思って、磁石の S 曲は、磁石の N 曲は2つ合わせて手拍子でいけないって、いけてなかったよ正直。坂口の手拍子で代わりに言うみたいなのがめっちゃシュールで、まあ、メンバーが言うから成立するんだけど、それもめっちゃシュールで面白かった。あと大森美優ぽん、初ステージの時多分一緒にいたんですけど、私はもう見た目がもうまずめっちゃ好き、超アイドル、なんかハロプロにいそうなアイドルの顔みたいな、めっちゃ可愛いなと思ってて、その子が初ステージでキャッチフレーズが、デコポンすっぽん思いっきりミユポン
んだけど、すっぽん入れるみたいな、そのミユポンがどうしても使いたかったんだろうね。だからそのために多分ポンがつくものを探していって、まあデコポンは、まあ、100歩譲ってまあまあいいとして、びっくりした。やっぱすごい当時10代だったでしょ。めっちゃ可愛らしい子がなんかこういうことやってない、なんかさ、デコポンなんか思いっきりミーボーみたいなやってるよね。衝撃だった。ラスト、吉田カレンちゃん。全員のキャッチフレーズの表を見て、文字で見てちょっと気になって、申し訳ない、 YouTube 行って吉田カレンキャッチフレーズ調べたらイベントでやってるやつが出てきたんだけど、いわゆるこう問いかけたらみんなが返す系のもう最上級見つけちゃった。私はめくってめくってファンがなんかおーおーみたいなで、めくってめくってと思ってみんながおーみたいなで、めくってめくっておーってめっちゃ煽って、せーのカレンダーって言うんだけど、待ってよ、めくってめくってカレンダーもうキャッチフレーズじゃないって。衝撃だった本当に。まだやっぱ佐賀県最高とかちょっと関わりある。しかも超煽るからね本当にね。その場に応じて煽って煽って盛り上がったらめちゃくちゃ伸ばすんでしょ。私が見たのは3回だったの。でもそのなるちゃんに聞いた、同じチームの聞いたら、いやもうその生誕祭みたいな、いわゆる自分が主役の時とかはもうそんなどころじゃないです、一生終わりませんみたいな言っててマジ生で見たい。私まだめくってめくってカレンダー一緒に言えたことないからさ、吉田カレンちゃんの。これちょっと音だけで聞いてじゃんみんな、もう出てきただけで盛り上がってる。めくってめくって、おー煽ってるよ、せーのカレンダーマジおもろいって。めくってめくってめくってやばい、ツボカレンダーカレンダーの CM ではそんなことしない、マジで面白い、最高です。吉田カレンちゃんのキャッチフレーズいつか生で聞きたい。さあということで AKB メンバーのキャッチフレーズ紹介しましたが、いかがだったでしょうか。本当に面白い。でもまだちょっとここに入れられなかった、まだ結構いっぱいあるんですよ。だから皆さんもしねメンバーのこと知ってたら、私は僕はこのキャッチフレーズがお気に入りですか、私のまあ過去のもいろいろありますけど、それはもうちょっと封印してるので、皆さん何か推しメンのキャッチフレーズがこれが好きですみたいなのならぜひコメント欄にお願いします。ということで以上ゆきりこと柏木由紀でした。またねー。